はい、皆様こんにちは。オーストラリアからソーシャルメディア集客法の真っ赤井清美でございます。今日はですね、予定外に緊急のライブということでお送りしているんですが、今オーストラリアとギリスのロンドンの方と回線がつながっているんですけれども、大和魂で頑張っていらっしゃるミュージシャンがいらっしゃるんですけれども、カラーズというですねバンドを結成されていて、ロンドンを中心としてご活躍のケンジさん、今度ケンジさんが6月にですね東京と大阪で、凱旋ライブをなさるということなんですが、このソーシャルメディアを使ってカラーズのですね不思議なご縁をちょっと引き寄せていきたいなと思っています。それでは早速ロンドンのケンジさんをお呼びしてみたいと思います。ケンジさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、急なお願いで助けていただいてありがとうございます。とんでもないです。前回東日本の復興応援イベントの時に、オーストラリアでイベントをした時にロンドンからも、たくさんこう、ね、声援をいただいて、ロンドンのライブの方でも名もない絆を歌っていただいたりと、そんなところから私とケンジさんもオーストラリアとロンドンで、離れているんですけども、交流が始まったっていういきさつがあるんですよね。はい、はい、ケンジさん、まずそのイギリスのロンドンでご活躍をされているカラーズのバンドからちょっと皆様に簡単にで結構ですのでご紹介いただけますか。そうですね、2010年の7月制です。その後のメンバー何人か変わってるんですけども、カラーズという、基本的に80年代の J ロックを基調としたバンドをやってまして、ロンドン、メインで1ヶ月に1回から2回のペースで、ライブ活動を続けながらレコーディングとしているような状況ですかね今。ロックの本場の今回はロンドンからの凱旋ということなんですが、なんとこのカラーズの日本メンバーをですね、今回テンポラリーに募集するということで、このライブのためのですね、特設のカラーズということなんですが、ちょっとそのあたりの詳細をケンジさんの方から教えていただけますか。そうですね、今回実は、東京ディスコナイトという、もともとロンドンでも、この過去2年ぐらい何回かですね、やってきた、DJ、バンド、その他も含めたこう、一種格闘技戦みたいなイベントをロンドンでやってまして、その方を今回東京の渋谷スターラウンジというベニューで、9月の2日の夜中からオールナイトの朝5時まで、企画を今組んでいます。で、残念ながらこうカラーズの方のメンバーが、私僕だけしか行けないんですね。今回はそのような形で僕だけの凱旋、方は友達を介して見つけることができたんですが、ギターとベースをですね今回募集させていただいて、一緒にですねイベントを盛り上げていただけたらなということで釣れます。6月2日なので、もう時間があまりないんですけれども、今回完成度というよりは勢いというか、そんな形でこう気持ちのある方、今回ちょっと名もない絆の、帯地先生にもですね、何らかの形で参加していただけることになりまして、そうですね、相変わらずの東北復興支援も兼ねた形で、横須賀の方からもですね僕の出身の、今ラブコールを送って一緒に出演してくださいというような形で、かなり大きな、イベントにしたいと思ってますので、ぜひですねご興味ある方ご一報をいただければと思います。はい、そして今回その東京の方で演奏してくださるこのカラーズのオリジナルの楽曲があるんですけども、まずカラーズというバンドが、どのような、曲を皆さんに今回ご披露いただけるんでしょう。ロックスタイルにこうパンクが入っているので、基本の基調は多分3コードだと思うので、そんなに難しいものではないです。そうですね、書き鳴らし、特にライブの、アレンジなんていうものも、またアルバムのバージョンとは違って、やってきているような感じになるので、割と3コード基調で、あとは80年代のそうですね J-ROCK、 割と明るい、感じのものが多いので、テクニック的なものよりも本当こう勢いで30分間ですね、のステージをこう、走り抜けたいなという感じなので、そういった、バンドの音ですかね。この、YouTube のですね音のファイルの下にケンジさんのカラーズのバンドの実際に演奏されているですねURL などを貼っておきますので、皆さんにまずそちらでカラーズの音を聞いていただき、そしてぜひもうこれ一夜限りって今回もう申し上げてもいいと思うんですけども、ソーシャルメディアでどうやって不思議なご縁が渋谷の方に集まってくるのかってもとっても私興味あるんですけども、ぜひこちらの方にご連絡をいただきたいと思います。